今日なんか何なのこの3人そうです、ね、なんですか今日はあの座談会ということで座談会、はい、誰が見たいのんで誰が見たいのこれいやでもフリートークやからやばいやばいやばいしゃあのないですよこれちょっと誰が見たいのこれ動画について語りましょうよもういつも富士ネットワークご覧いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一応あの弊社代表させていただいておりますクリボーこと、田野と申します。で今日なんか何のこの3人そうです、ね、で誰かちょっと自己紹介ちょっと岩佐です。今日はよろしくお願いします。お願いします。一言ちょっと一言笑わす字にはボラギノールリング大阪市です今のちょっと面白いやん用意していやいやいや、うん、いや違うんですよあのでもブログにも書いてたんですけどちょっと最近字にちょっといやほんまです年内最後の方いやいやいや年内最後の食事中の人もいるかもしれへんで今日は何なんですかこの3人なんか物もないし商品、うん、そうですね何なんですか、ね、今日はあの座談会ということで座談会、はい、これ誰が見たいのほんで多分一定数のお客様が結構興味あるんじゃないかなと一定数といつもこうなんていうんですかえらい低いレベルの一定数の方じゃないこの俺らの座談会なんか やっぱそこを大事にしていきたいなしかもこれ12月25日ですよ聖なる夜にいつも のあれでしょアイドリングタイム のわちゃわちゃした会話をずっと永遠にしろということじゃないですか。うわあれねそんなんでいいの、はい、あれ楽しみしてますっていう温かいお言葉いただいたじゃない、はい、ありがとうございます。でも一方であのこの制作側からね少なくしてくれっていうリクエストがあるわけです尺が長くなるからですねどうしてもねそのこうなんていうんですか少なくしたいしてほしいっていう中をかいくぐってするからまあなんとかなるんやけどいざ僕らみたいな素人がね長くしてくれって言われたらねちょっとこれ大事件炎上しますよこれインスタとかあのフォロワーの方減るけど登録者数って減らへんのこれどうなんですか減るでしょう嘘ちょっとやばいよこれ今でも大丈夫今日ほら弊社切っての視聴率をと再生回数を亜紫さんいらっしゃいますもんいやあれはムーレですよムーレあ、ムーレでお調べいただいてムーレやっぱそうやっぱ商品のブランド結構大事なんやろうなってめちゃくちゃちょっと思ったり見てて結構それ見てお客さん来られてまあお買い上げ ありがとうございますお買い上げいただいてっていうアシコンが紹介してたからっていういやあコメントあったよねとか、はい、お買い上げいただいてとかそれめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、そうなんですよありがたいことにやった甲斐があるねいやもう今日はじゃあ亜紫さん頼りでちょっと亜紫、うん、さん仕切りでちょっとお願いします無理ですよあ無理ですそれは無理ですよ僕も無理ですいやいや制作側からなんか質問があるかもしれないじゃないですかあの皆さんよくあの他社に喋っていただいてすごく助かっておりますこれ上からじゃねこれなんかもうあのディス思いっきりディスられました今そうやねいやディスってはないです全然精進しろと、ね、来年こそは最初のトークはいまあ、なくしてほしいなと僕は思ってたんですけどあのそのコメントを見るとその考え改めて、まあ、これからどんどん積極的にそのオープニングトークをしていただきたいなと思ってます。そう言われるとちょっと難しいのがねあれ僕めっちゃ好きなんですよねマジで、はいはいはい、あれどうですひーこのひーこのファッションチェック見ました見てますだってちょっとウケるかなと思って言ったひーこがちょっとあんまりなんかちょっとスルーされてたからこれはちょっとそもそもピーコさんやけど俺ヒロシやからね、まあ、ちょっと遠いですねそうやねあ水飲む早ないちょっと喉乾くあそうやな喉乾くですよじゃあそんなことより今年ですよお世話になりましたでしょ皆さんお客様にはなみなみならぬあのご愛顧いただきましてあの本当にありがとうございますしかもほらこの日コロナちゃんがいやあのちょっと子供がちっちゃいのでいつもあのコロナちゃんに中止やって言って言ってるんでコロナちゃんが来たからコロナちゃん、ね、弊社もが4月5月と休業余儀なくされてめちゃくちゃきつかったよねそうですね、ね、でもまあなんとか一応年越せそうなので、まあ、それもね、うん、お客様お取引先様のですねあのご協力なくしては年越せなかったと思うの です、ねはい、あの本当にあのこの場を借りて、はい、あの御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画にもあの代理店さんの方も、ね、ご協力いただいたりとかして、そうですね、はいはい、
もう来年はちょっともういろいろなゲスト、うん、あいいですね。誰がご出演いただきたい、ああご招待させていただきたい、はい、新藤さん、ああ新藤さんね、で来てくれるんじゃないですか、僕出ましたし、うん、あマジっすか、僕出させていただいた、僕はじゃあ共演ちょっとご遠慮させていただこうかな、はい、先生新藤さんに非常にお世話になっております、まあ、新藤さん一人の候補です ね、大阪の、あ分かった、130ですよ、130R ですよR でも出てほしいよね、やっぱりインスタグラムもね、まあ、すごい影響力が、そうね、はい、ね、この業界をこう盛り上げる結構スターの一人やもんね、でいただき OK 出してくれますかね、いや大丈夫でしょうすぐ OK 出ると思います即答かな、あとパイセンじゃないですか、パイセン誰のこと、坂田さん、あやばい、グジちょっと今、いやそれはあれでしょ、僕じゃないでしょうちの宮本と足くんとパイセンの3人で、や、ね、やっぱ田野さんとのこの掛け合いみたいじゃないですか、いや僕はでも本当にもう借りてきた猫のようにもう蛇に睨まれたマングースのにもじっとしてますから、そういう田野さんがしてますから、うん、上下関係を常に大事にしてきたんですよシップス時代から、だからそういういろいろなこう企画も盛りだくさんで、うん、まあ、なおかつ商品もですよ、いろいろ仕込んでますので、うん、でも今日はその話じゃないじゃないですか、今年の話ですよ、あそうですね、今年なんかいいことあったんですか、なんかいいことですか、はい、悪いことしか今ちょっと字しかちょっと出てこないんですけどあマジな、ネタとかじゃなくてマジで直せとしか言いようがないよ、引っ張りますね字、何切れ字、あそうなんだ、俺もいいね、イボ字、イボ字か、25日やクリスマスやっちゅうてんねん、恋人たちがねクリスマスに行くグジネットワーク見ながらそのクリスマス過ごすなんてないわなない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 、でもすごいじゃないですか、あの再生回数、あのムーレイの2万、あすごい、これ今日何、そうですよね、僕たちからしたらもうすごい回数じゃないですか、で実際お店では影響あるんですね、まあ、さっきあの見ていただいて、あ見たよとか言って、でなんか面白かったねとか言っていただいて、たりとかなんか腹立つお前は言われた髪型変やわ、まあ言われ慣れてるんでそれまあこれの前から言われてるんで、でもさそれ狙いやからさ、お褒めの言葉じゃないの、いやまあまあありがたい、じゃあちょっと傷つきますけど、あそうやね、多少なりと、まあ、まあほんまあんま気にしてないんですけどマジで俺めっちゃ気にしてるよ、絶対癖毛気になりますとかとめっちゃ傷つくと思 う、 もうめっちゃブローしてっからね俺今日だいぶブローしてきた、そう今日めっちゃブローしてるもうその昨日よりちょっとあのクリクリ感がないでしょ、あマジで、はい、あそうなんや、さっと流れてる、それは嬉しいね、結構朝から頑張ってきてはったないや頑張ってますよいつもええ感じ、いつもええ感じだと思ってるっていう、マジっすかそういやこれね、人には言えない苦労がいろいろあるんですよいやあります、わかります、僕もクセ毛なんでわかりますよ、すごい気にしてんの、あんま気にしてないですけどあんまり何も気にしながらないね、いやいや、まあ人間なんでやっぱちょっと傷ついたりとかしますけど、ネタは忘れるかな、ああいいね、いい性格やな、これね喋りながら今思いついたけど、はい、誰が見たいのこれ、いやいやでもフリートークやから、まあ、やばいやばいやばい、しゃあのないやばいやばいやばい、ちょっとなんかもうちょっとテーマにのっとって、うん、あそうかそうかそうか、そうです、なんかある、うん、あるでしょ、なんかないんかないのじゃあ岩さん今年なんかいいことあったんですか、今年ねいいこと、休んでたじゃないですかお店、はいはいはい、休んでた間にいっぱい断捨離できましたマジで、はい、と悩みの種で、あの買いたいのに足せないっていう、こう何この洋服屋あるあるみたいな、いやもう田尾さん、あのいっぱい店に置いたりとかいろいろしてる、そうね、点々としてるからね点々どこに何が置いてるか絶対分かってない、この前なんかあのスーツ着ようとあれパンツないなと思ってなんでなくなるんですか、めっちゃ探してセットで置かないんですか、田野さんの場合ね事務所にたくさんあったりする、たまに置いてあったり、ね、事務所に置きっぱなしとか、ね、あるね、もともとリング大阪店にあったやつもいっぱいありますもんね、なんかね、あの送りつけるじゃないいやいや送りつけるじゃない、まあ、毎年こうなんか棚卸し間後にあるなって思いながら、うん、社長にこう、いや言って遠慮なく、だからこうブログでこう書くわけですよちなみに田野さんの置きっぱなしの洋服欲しいっていうスタッフが結構いるんですよ、ちょっと待って、サスティナビリティを歌うね僕がね、そんな置きっぱなしとかねおかしいでしょ、じゃあちゃんと使いますか、話ではない話ではない
ちゃんと衣替えをして保管してちゃんと衣替えをしてただ欲しいっていうスタッフさんがサイズがそれがね吉川なんですよ。吉川絶対無理じゃないですか。無理でしょう。絶対無理じゃないですか。いや無理でしょ。なんかくれへんかなって。でも何が欲しいって言ってんの。じゃあ靴とかじゃないですか。あ靴サイズないやつ。もしはええのがええのとかあればそれもサステナビリティですから。そうですね。それはそれで全然嬉しいですけど洋服も喜びますからね。断捨離と断捨離あとあスケボー始めまして、シャーって来てね、はい、クラシックなコートにスケボー乗って、はい、あミックススタイルもうわざとらしい。いやいやいやかっこいいじゃないですか。えそこはかっこいい、ね、そこは斜めからどうしても見てしまうじゃん、ほんま斜めからなんか。なんか田野さん始めまして田野さんしないですかスケボーとか。腰痛が腰痛スケボー気持ち関係あるんですよ。あとああいう俺そのサーフィンも一応やったことはあるのよ。サーフィンやってたんですか。いやそれはあの連れて行かれてよ。やろうやみたいな感じでえマジでみたいなんでやったりとか、ああいうこうボードに乗るとかってやっぱりバランス感覚が大事じゃない。俺のコンプレックスって癖毛とともに顔が大きくは非常にコンプレックスなわけよ。そうですね。重心が上にあると多分体型的にやっぱりちょっと難しいんじゃないかな。体型って見た目気にしてるじゃないですか。やっぱりこうちょっとこう小顔の人の方がなんか小顔でちょっとなんかドレッドみたいな感じがこうスケボーのイメージじゃないですか。そんなストリートミックスファッション見てみたいですけどね。田野さんがするそやね運動会スタイルとか興味はあるけどね。運動会って普通にあのナイキであの三橋で買ったやつ着てました。見ました。着てますよ。全く似合わへんのよね。いや全然全然そんな。あほんまですか、はい、僕のインスタからパッて出て僕揶揄しようと思ってるんでしょ。いやいや違いますよ。珍しいなって。あーマジでそんな全く思ってない。思ってないですよ。これダラダラやってるけどこれでええんすか。大丈夫です。あ大丈夫全然大丈夫です。編集大変ですよ。じゃあ田村さんなんか今年エピソードというかエピソード。あの自粛期間中は結構子供と長く入れたので大人になった時にこう振り返った時にあの時大変やったけどよかったなと思えるかもしれないけど、やっぱあれやね、今年俺の一番のハイライトって言ったら平田クワガタですよ。もうハイライトですね。どの瞬間ですか。でも平田クワガタやっぱあの木の隙間にこの黒い影がいた時あれでっかみたいな、手にした瞬間よりも見つけた瞬間の方が来ました。あれね、6センチオーバーって言ったらね、まあ、高がだから6センチかもしれないですけども、現場で見たらうわでっかみたいなのがいるわけですよ、漆黒の。でそれも平田クワガタ狙いで行って、平田クワガタが行った時あれ燃えたね。そんなんでええの俺のエピソード今年の誰が見たいの。動画について語りましょうよ。動画と、そうですね。てかなんか他にこうグジネットワーク以外に見る動画とかないんですか。チャンネル高太郎です。ああチャンネル新藤さんこの業界のスターですよ。ヒットメーカーですから。アシ君のこと何見てるんですか。ナス D の冒険みたいな知ってます。あみんな知らん。あやば。じゃあ次次、はい、あやばもうちょっとあそう、まあ、全然いいです。大丈夫大丈夫。次な何見られるんですか。出させてもらってる BR チャンネル、あのお世話になってる代理店さんがやってらっしゃるビバファッションビバって、 あとはルッチカーレさんですね。あなんかすんげえ分かりやすいなと思いながら。いいですね。なんか専門用語みたいな、なんか僕らは分かってる前提で喋ってますけど、あなるほどなと思ってすごくこう参考になりましたね、あれね。うちもなんかコメントでテロップかなんかで解説してもらうと嬉しいみたいな。あまあね、あったと思います。はいはいはい、はい、まあ、専門用語って言ってもね、あの俺らもその言いたいだけっていうのもあるじゃないですか。カタカナ言いたいでもね。カタカナミノフスキー粒子みたいなね。んミノフスキー粒子みたいな。なんすかそれ。ちょっと分からないですけど。ガンダムなんですけどね。ガンダム分かる人はくすってくる。なんか思い出のシーンとかないんですか、うん、動画の。思い出のシーン。僕あれですよ。石田の夢。あ、一緒。夢。あれめっちゃ面白かったね。もうやったらよろしいかなみたいな。僕石田の出たやつ僕も大好きで、僕の学生時代の友達なんで。グジの人っていうね、あの何人か今までやってるんですが、あ、まあまあ、僕も最初に、はい、一人目でやらせていただいて、人となりを紹介したりとか、まあ、今回の回じゃないですけど誰が見たいね思いながら僕はクスッと笑ってたっていう僕らの最初に言われたトーク力も、そ
そうっすね、やっぱ磨かなダメじゃないですか。ロケとか行きたい、ロケ行きたいね、ロケ的なやつ、ちょっとご時世的にね。あ、そうやね、あ、そうやね、まあ、これが落ち着いたらね、オピッティとか良かったよね、こうオピッティとかをこう巡る時の動画とかはいつかやりたいですね。でもさ、ピッティの会場でこうカメラ回しながら歩くのちょっと恥ずかしない？めっちゃ恥ずかしいですなあ、うん、工場見学とか行きたいよね、ロケね。ああ、そうですね、計画してたやつをちゃんと、ね、はい、やりたいですね。ボンベサードリーとか、はい、まあ今ね大変な時期ですけど、ナポリとかね、はい、まあ、ぜひあのご期待いただければと思います。こんなの面白いんじゃないですかとかね、もしあのご覧いただいてる方の中であれば、うん、おっしゃっていただければ、まあね、いただいたからといってお答えできないかもしれないですけどなんかできる限り挑戦してはいきたいですね。まあそうですね、はい、あの僕ちょっと腰痛なんで体張ることは僕腰痛で彼は G なんで、あの体張るのはちょっと難しい。そうですね、なんであのじゃあもう締めの言葉をちょっと最後、アシさん、視聴率男、締めですか、はい、なんか優しいコメントまたお待ちしてますので楽しく見ていただけたら嬉しいです。結構暗い、急に緊張して、急に緊張しました。硬いな、これで終わりまさかの、まあまあまあ、でこれ今日一人で喋るということでですね、何喋っていいんやろうね、今年の抱負ね、今年何しようかな、まあ、あの来年もね、はい、あの素敵な商品とご紹介するコンテンツと、はい、あのぜひ皆様あのご期待いただければと、来年もどうか温かく見守っていただければと思いますので、ぜひご期待ください、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではさよならこんなんでいいかな